け。あれあれあれなんだ、なんだかあの手先球とは別でずっとずっと、まあ、あの線路側からずっと奥の方っていうんですかね。これはニューフェイスだな。あの猫さんがいますけど、これってもしかして、いや今ニャンさんも立ち上がってます。そして今離陸した69番ですね。Entry number 69 from Taiwan, Mr. Ji Shin. Just a call. Ji, have a nice flight. Ji さん、いってらっしゃい。多分ね、昨日の、パレードで僕お会いした方だと思います。すごくね、フレンドリーでした。Entry number 72. I think this is from Thai. Mr. Dunmuk. Dunmuk. Taiwan. From Thai, just to call. Have a nice flight! Dunmuk. From Thailand. Thailand, just to call, okay? ラフェスタの気球が今長谷川河川敷このロンチサイトに立ち上がっております。下の風が変わりましたね。本当ですね、あの反対方向に。そうですね、あの土手から見ると煙が、白い煙がふわふわと立ち上がっているんですけれども、地上の風が若干変わっているんでしょうか ね、うん、あの私たちが見る分にはあの向かって正面左の方に飛んでいってたんですが、今あの開封している目の前の気球たちは右手に行って、こう風が回ってますね。佐賀の風変わりやすい面白い風ということで、パイロットの皆さんも苦戦しながら楽しみながら、ね、はい、再開を。さあ続いてまた上がりましたよ。Entry number 87. Entry number 87. Sada, Mr. Yabushita, just to call. Have a nice flight. Yabushita-san, いってらっしゃい。山城ガスと書かれたブルーのバルーン。あれ面白いですよね。球皮の下の方は炎みたいな形で。さすがガス。見てみてあれ。長谷川スレスレで行ってるよ。わー。台湾の、ね、バルーンが。台湾バルーンです。Just right over the river, right over the river's surface there, going right above the river. 川も滑るように、あれ、ピチョンってつけて水汲んだりね。ディッピングね、ディッピングする。いや、あれ、綺麗に見えてるんじゃないですか。多分、加瀬川の向こうの土手にいらっしゃる方々は、いいね、写真が撮れるんじゃない？ね、今日、すごく綺麗に川面に映るバルーンを撮れてるんじゃないでしょうかね。ねえ。今日、本当に青空が綺麗で、綺麗なバルーンの写真が撮れるでしょうね。オフィシャルバルーンもふわ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 回ってませんか。それこそあの、うん、佐賀の大きな白地に佐賀って緑で描かれているバルーンで、はいはい、さっき後ろにいたんですけどね、戻ってこれてるんですよね。はい、Mr. Go、Good morning。はい、続いていきます。Entry number 68. Entry number 68 from Malaysia. Mr. Mohammed Sobri Sad, just to call. Have a nice flight. グリーンのバルーンが今飛び立ちました。68番、ムハマドさんのバルーンですね。マレーシアからお越しのパイロットです。いってらっしゃい。本当にいろんなデザインの、ね、気球があるなって思いますね。ぜひ皆さんもお気に入りのバルーンを見つけてみてはいかがでしょうか。どの球皮がね、どんな名前がついているのかも面白いですよね。渚さんだったら何色のバルーンがいい？うわー、白も好きなんですよ。あ、やっぱ青空には映えるので、うん、真っ白いのにちょっと書いてあるようなのも好きですし、でもデザインもいろいろあるんで
ね、それって選びにくいな。おい、やっぱり赤かにゃ。赤ですか。もともと赤が好きなんですか。そうね、でも60越してるからね。そういうこと。ちゃんちゃんこ色。そう、ちゃんちゃんちゃん色。それから、あれ、西村紹介っていうのが今ね、着陸したのかな。またバーナーをこうバーッと灯してますけども、また上がるのかな、ね。あれはオフィシャルのバルーンです。後ろのね、ちょうど私たちの後ろ側に、はい、地元佐賀のパイロット古賀さんが乗ってらっしゃいますが、そうそう、オフィシャルのバルーンということで競技には参加していないので、あ、これ地面にあそこ道の方に上げて、それから多分車に積むために今上げたのかな、バーナーを積もしたのかな。皆さんが向かって今正面にはたくさんのバルーンが見えていると思いますが、土手裏の朝日が昇る方向に一つポツンとバルーンがいるんですが、今回収をしようかなというところでしょうかね。なんか、チェイサーがもう来てるんで、多分車に積むんじゃないかな。あえてですね、皆さん、ここにいらっしゃるね、皆さんはね、中に車がいらっしゃいますけども、この車は自分たちのバルーンが飛んでいった後、ずっとそのバルーンを追っていって、そして着陸した後にまたこの車に積むんですけども、それをチェイサーカーというんですよね。ちょうどこの私たちのこの土手裏の方に今チェイサーカーがやっと来て、今西村紹介さんの、バルーンを多分畳んでそれに積んでいくんじゃないかなと思います。ね、バルーンは一人ではできない、パイロットだけではできないということなんですよね。たくさんのクルーがいてバルーンを飛ばして、そして片付けることができるということなんですよ。皆さんが今目の前から飛び立っているバルーン、これは競技気球ではありますが、フェスタの気球です。ぽっかりと浮かんでいる、佐賀の空に浮かんでいる、今日は青空がとっても綺麗ですね。バルーンが皆さんの目の前、遠くまで見渡せる空です。目の前にたくさんのバルーンが飛んでいるのを見て撮れますね。そしてまだあと2機フェスタのバルーン残っているんですが、そちらの奥の方からなんだか覗かれているようなようです。可愛いですね。今可愛いなって声が上がっています。ポケットモンスターのナース気球見えてますよ。そしてその隣にはコイタロウのバルーンですね。サクのコイタロウのバルーンがこちらを見ています。すごく見つめられている気持ちになりますが、フェスタのバルーンが飛び立って、その後変形気球が立ち上がりますのでね、待機しているような状況だ。フェスタの方はあと2機残ってらっしゃいますね。結構のんびりアートストーンさんですね。まだ時間があっけんね、実はあと駅員さんですね。そうですね、ゆっくりと今立ち上げ行われて、インフレが行われてますね。Here we got two more balloons for the Fiesta. Got two more balloons left hereAnd they'll be taking off maybe in no time. Saga University is already ready to take off. And we got one more from Swiss. Mr. Adrian is
is getting ready. He's inflating the balloon right now, and they'll be taking off. After that takes off, then we're all done with the Fiesta balloons.佐賀大学って書いてあるのが行きましたよ。ゼッケンナンバー67番です。フランスからお越しクロード・ガランさんのバルーン、女性ですね、パイロット。エントリーナンバー67 from France Claude just took off. Ms. Claude just took off. Clarence Clarence Claude just took off. Have a nice flight. It's a beautiful pilot. ねえ、やらした男性陣興奮しないでください。いや女性パイロットね。俺女性に興味ある。男性には興味ない。そういうことじゃなくて、もうちょっとね。私も男性には興味あるけど、女性にはまあ。こうやってね、公式パンフレットにはこのバルーンとどのパイロットが乗っているか顔写真がついていますので。やっぱり興味ありますよね。どういう方かなって、女性だったら顔できる、そうね、ちょっと鼻の下が謎になってですね。私たちだってね、イケメンパイロットもね、首を長くして、女性も鼻の下が長くなるわけ。女性はね、首を長くしてしまってるんですね。さあ、公式プログラムと書かれた上りのところ、そしてホームエリア憩いの広場には株式会社プラザさんの協力で今年も素晴らしいプログラムが出来上がっています。一部500円で販売をしておりますので、どうぞ手に取ってみてください。あら、ニャースが飛んでる。あら、ポケットモンスターのニャース気球が今飛び立ちましたよ。河川敷ファンタジアのバルーンですが離陸をしているようですね。ニャースは九州初お目見えのポケモンのニャース。そうなんです、ロケット弾が乗ってるんじゃないかなと思いきや、パイロットは乗ってるかもしれないよ、武蔵と小次郎が。もうね、ポケモンが好きな方はたまらないですよ。あー、なるほど。こそがバルーンであるべき。なるほどね、俺全然知らん。もう大興奮で、やっぱり子供さんがいるからわかるよね。ニャースはね、うん、唯一喋れるポケモンだから。そうなんですよ、通訳ができる。あ、ロンドリーさんみたいなもの。唯一言葉が話せるポケモンだから。そうなんです。まあ、朝1時半に宗像を出てきた子供たちもニャースが見れたかな。ねえ、空を飛んでるニャースってもうなんか興奮する。すごく嬉しい。誰ともなんかアニメの声に聞こえない。やろうか声優。そして苦情は全部ランドリーさんが受け付けてね。責任は全部取ってもらいましょうね。もう一つ恋太郎も飛んでませんか。はい、佐久の恋太郎もフライトしていますね。長野県からの中澤さんからがパイロットです。あれ帽子のことある、うん。